松田真吾です。ニュース解説今回はあの日本国内の政治についてなんですが、もう政治と言いますと、もう連日報道されているように自民党総裁選、まあ今回もほぼ総裁選の話一色になると思います。まあ最後の方で若干その他の政治ネータもございますが、えー、でちょうどあの収録しておりますのがの9月5日あの木曜日で,でして、えー、日々新しい人がまたあの記者会見したりとかあるいは ちょっと変わったことを言ってみたりとか、話題になったりとかいうことがありますので、ただの9月3日や4日ぐらいの動きを中心に、今回5日の時点で解説いたしますが、そういう話の流れの中で、新しいニュースも見ていただいて、捉えていただければというふうに思っております。まず9月3日の動きなんですががが林官官房長官が立候補を表明したというところが から始ままります、えー、記者会見を林さんはしまして持てる経験と実績をすべて生かしてこの国のために使わせてもらいたいと述べ立候補することを表明したということです、えー、彼は総,総裁選挙に2回目の挑戦となりますで、まあ、にですね12人の名前が上がってですねでこのうちどれ誰がどれぐらいのまああれですね、まあ、推薦に20人集めるというのは大変ですから。 まだまだこの難航している方もいらっしゃるようで、まあ林さんはもうこれ目処がついたんでしょうね。こう言ってるところですね。えー、そして、えー、この林さんはですね、政治と金の問題について、えー、組織の長として責任を取るという岸田総理大臣の姿を目に焼き付け、その覚悟と心を深く刻みたというも言っているんですが、その組織の長として責任を取って辞めるんじゃなくて、自分が総裁選で勝てないと思ったから、自分の力を残すために辞めたんじゃないかと思いますけどね。 えー、そしてですね、こうおっしゃってます、防衛大臣や農林水産大臣、外務大臣など閣僚を経験し、党では税制調査会や行政改革などの政策に取り組んだ、持てる経験と実績をすべて生かして、この国のために使わせてもらいたいと、確かに、あのー、いろんな閣僚をやってました、あのー、まだですね、もっと若い頃林さんとは別の勉強会でご一緒したりしましたし、まあ、私もあの当時、大蔵省の職員として、 林さんは確か政務次官かなんかやってたんですね、まあ、若干あのその時にもいろいろお話ししたことがあったんですがあの頃に比べてあの別にあの悪口言うつもりはないですが随分官僚的に寄ったなって感じがしましたね <laughs> 大臣になられてから私も国会で久しぶりに農林水産大臣だった時にいろいろと質問したんですが。 まあ、あの、お答えする内容が本当に官僚的な内容だったなっていう感じがして、なんか非常にこう、偉くなったなという印象を与えますね。ええー、まあ、今官房長官ですからね、えー。そしてこの方はですね、人という、あの、国民が安心できる人に優しい人の政治を行いたい。人とは国民に対する慈しみや思いやりという意味だと。 あの、9月3日の動きをして、次にもう一人、あの、さらに次から次へと出てきますが、石破さん、衆議院議員の事務所を回って挨拶回り、どうもすべての議員のところに今回っているということのようですね。推薦人を確実に確保して、票を固めようと、かなり努力をされてますね。 党派閥に関係なく野田聖子さんのところに行ったり中谷,元中谷元防衛大臣のところに行ったり島,島尻さんのところに行ったりとかですね、まあ、このテレビに映ってましたね、そういえばでこの石破さんは記者団にこう言ってまして今までの総裁選挙では対立する派閥の人の事務所にはいかな行きにくかったが今回はそれがなく主義や主張に共鳴するかどうかのウエイトがより高い一生懸命お願いすると。 おっしゃってます。必死ですね。えー、河野さん、えー、この X にコメントを投稿したということで、デジタルを活用して、所得などの情報を把握し、支援につなげるデジタルセーフティネットの構築を総,選総裁選挙の公約に掲げる考えを示したと。で そして記者会見はどういったかというと、現状では所得や収入の情報は前の年の確定申告などしかなく、誰が困難に直面しているかをリアルタイムで把握できない。デジタルで情報を共有すれば、所得が急激に減るなど困難に直面している人を把握し、プッシュ型の支援ができる。マイナンバーも活用し、リアルタイムで支援できる仕組みを作りたいと述べたと。これ後で、このデジタルの関係のことは、河野さんのね、これ出てきますけれども。 でもそれやるんだったらまず自分自身が信頼される人になってほしいなとこれは後でちょっといろいろ出てきます本当に信頼されてないもんですからで河野氏はさらに東京渋谷区の子育て支援施設を視察し子どもたちと一緒に音楽に合わせて体を動かしたりテレビに見ましたけどねいやーなんか本当にねそこまで僕は子どもたちにもね学を向けてるんだということを一生懸命やってましたね えー、そして子育て支援策について、岸田内閣でいろいろ進めてきた、えー、デジタルを活用してもっと親の負担を軽減できるものはあると思う。もうとにかくこの人はデジタル、デジタルですね。まあ、他にもいろんなこと言ってるんですが、後でまた出てきます。小林さん、小葉ホークさん派、派閥に支援を求めることは一切しないと、えー。麻生さんと20分間会談したそうで、麻生さんは頑張れと激励したということで、そして小林さんは 副総裁、麻生副総裁のみならず、党の幹部には、それぞれ挨拶をしている先輩議、先輩議員として激励のメッセージをいただいたと述べたそうです、えー。麻生さんに支援を依頼したのかと問われたのに対し、一切していない。今回は脱派閥選挙を徹底すると言ってきており、派閥に対して支援を求めることは一切しないと述べたということです。まあそこがね、受けてるんでしょうけどね。次に、そして出てきました、茂木さん。 後でちょっとね、あの出馬表明の話をいたしましたが、その前の記者会見で、経済の再生と地方の活力アップの2つに力点を置きたいと、日本の将来について明確な,明確なビジョンを示し、それを実行して結果を出していくことが大切だと述べたということです。これも後で出てきます小泉さん介護分野でいかに人材不足が 人材が不足しているかが分かったと、どうもこの方もパフォーマンスやってますね、一生懸命、さっきの河野さん、河野さんは子どもの施設、この方は東京・目黒区の特別養護老人ホームを訪ねてですね、そして、職員からです、ね、給与の改善が難しく、人手不足が深刻だなどという声が上がったと、そして小泉さんは、人手不足の中でもサービスを落とさないために、デジタル化が今まで以上に大事だ。 私が総理総裁になったらしっかりと経済対策を支持し、物価高や介護職員の待遇改善にもつなげていきたいと述べたということです。あの介護の分野では本当にあれなんです。デジタルという言葉よりもむしろ情報技術といった方がいい私はいいと思いますね。あの人工知能とかロボット、あるいはブロックチェーンを導入して、物理的なケアはとにかくあの人手を使わないでできるようにすると自動化していってですね、そしてその分人間は 人間しかできない精神的なケアに集中していくという分担、役割分担をすることで人手不足を乗り切っていくというのは、これは喫緊の課題なんですね、えーまあ、あのかなり広い概念でこの問題に取り組まなければいけないと、私はいつも一生しております。次に高市さん、高市さんは閣議の後の記者会見で、大臣としての記者会見であり、党の催しについてはお答えしていない。 大臣としての公務はしっかりと進めていくと述べるにとどまったということです。ただ、三日の、9月3日の夜に都内で自らに近い議員との会合を開きまして、出席した議員によりますと、会合にはオンラインを含めておよそ20人が参加したと。選挙対策本部長に中曽根博文元外務大臣が就任することが決まったということです。そして、上川さん。 推薦人の確保状況について、目処が立ってきたので最後の詰めを行っていきたいと述べたと。そして自身は旧派閥の仕組みにとらわれずに活動しているとしてですね、私自身の活動そのものが自民党が変わる、日本の政治が変わることを象徴するのではないかと思うので、プロセスも大事にしていきたいと。そしてこの一年間、日本外交の顔として動いてきたことを最大限活かして活動していきたいと。 伸びたといととうことですで今回あの、旧岸田派からは先ほどの林官房長官と、そしてこの上川外務大臣2人がですね、現職の閣僚としてこのね、手を挙げているわけですね。で、これだけ見ても岸田派がですね、全部が全部どっちかに入れるということはない。おそらくかなり林さんの方に行くだろうと言われている中で、上川さん推薦に集めてだいぶ苦労されているのではないかと。 思い,ますと思います。とにかく、総裁選に出る推薦人を20人確保するのは実に大変でして、で、なぜ大変かというと、推薦人は名前が出ますね。で、出ますと、えー、別の人が総理総裁になっちゃったら、別の人を推薦人に,になってた人たちは、新しい政権で補されてしまうというリスクがあるんですよね。ですから、皆さん、なかなかリスクを取ろうとしないということがあって、やっぱり皆さん、勝ち馬に乗りたいですからね。 それゃあの簡単には20人集めるってそんな簡単じゃない。だから回っても頑張ってください。応援してます。支援します。なんて言ってもですね、それはもうリップサービスであって実際推薦人になるっていうところになると、また全然話は違ってくるっていうのが、これが実態ではないかなというふうに思います。えー、斉藤さん、推薦人確保状況はコメントしない段取りができてから、これ相当苦労してるんでしょうね。 いつまでに立候補の最終的な判断をするのかと問われたのに対し、それも現時点でお答えするつもりはない、決まり次第だと述べたということです。まあ、同じくあのあのこのニュースの中に出てませんが、加藤勝信さんも推薦に集めで苦労しているんじゃないかなと。まあ、加藤さんはですね、まあ、あのこのチャンネルに出てくる有識者の方々を調べて評価が高いんですよね。安倍さんの信任も一番強い人でしたんでね。 でこのしかし、やっぱり今の総裁選は完全にあの次の選挙対策の人気取り、人気投票的な状況になってきて、これ,これ自体が自民党は結局、選挙目当てのポピュリズムをやっているんじゃないかと、次の総理総裁は国家の重要な問題、後で出てきますが、それに対応できる人を選ぶのが政権与党としての本来の責任なんですよね。 その責任を果たせない党になってしまったんだという見方をした方が私はね、日本のためを考えると思いますね、えーと。自民党は生まれ変わるっていうんであれば、本当に国家の最小としてふさわしい人を選ぶ総裁選ができた方がですね、私はあの自民党は生まれ変われるんじゃないかなという、派閥の論理を超えてそういう人が出てくるということができればですね。という中で見ると、加藤さんなんかはその適任者の一人だと思いますが、 ななななかかか苦労ししていいいるんじゃないかなという気がいたします、えー、岸,田岸田さん、あの岸田さん首相は、岸田総理は自民党の役員会で、選挙のプロセス自体が新生自民党を国民に示す重要な一歩であることを心に刻み、うんぬんと述べていますあの。先ほど上川さんもプロセス、プロセスと言いました、プロセスを見せることが、これが選挙対策になると思ってるんでしょうね、総裁,総裁選の後のに。 もうすぐおそらく新しい顔が決まったらすぐに臨時国会開いて解散そして11月の10日ぐらいにはもう総選挙衆院選の投開票という日程でほぼ動いているみたいですのでですねこういうプロセス誰が総理総裁になるとこのプロセスを見せるんだということを言っていると思うんですねただですねこれはあのあるこのチャンネルもよく出てる、えー、ジャーナリストの方おっしゃってましたかというと名前分かっちゃうかもしれませんけど。 あのまあ、高市さんみたいな人は別にして総理総裁がいわゆるテレビが今生えし立てているようなああいう人たちがもし総理総裁になったら、えーまあ、若い人とかですね多分ねこれ,これ自民党支持落とすんじゃないかって言ってましたね国民そんなバカじゃないですからね国民をバカにするなっていう感じがしますねでそうなるとやはり自民党が今支持率回復してますけれどもなんだあの人が総理では というふうになって、だからそういうボロが出ないうちに早く解散したいんでしょうね。ということじゃないでしょうかね。えそして自民党は9月3日、党本部で総選挙の選挙管理、あ、知ないです、総裁選挙の選挙管理委員会を開きまして、相沢元国会対策委員長、この選挙管理委員長ですよね、は記者団に対し、 政策を中心とした討論や演説を行う機会を提供し、素晴らしい人材がたくさんいるということを改めて党員や国民に伝えたいと述べたと、じゃあ政策、どんなものを言ってるか、あとでどんどん出てきますので、えー、そして経済同友会の新浪代表幹事は何を言っているかというと、賃金が上がっていくことが見えてきたところで、これを継続的に進めていかなければならず、国民からの人気ではなく、政策ありきで評価すべきだ、まあ、これは正論ですね、本当ですね。 で期待する政策としては人口減少が進む国が成長するのは非常に難しく生産性を上げていくには AI ・人工知能や DX ・デジタルトランスフォーメーションが必要でそのためのエネルギー源がしっかりしていることが重要だ今後、柏崎・刈羽原子力発電所は早く安全に再稼働できることが試金石になると思う、まあ、これは1つあの重要な論点ですね原発再稼働をきちっと責任持ってできるかどうか。 これが次の社会の生産性を上げることに引いてはつながるんだというのは確かにその通りですね次に茂木幹事長の話になります立候補表明しましたこれは9月4日の次に9月4日の動きになります記者会見をしましたそして目標を掲げチームを束ね結果を出すこれが目指す新政権の姿だ実効力のある安定した政権で内外の様々な事態にしっかり対応すると述べたということです そして茂木さんは年収アップを最優先目標にすると成長力と生産性を向上し一人一人の所得、年収をアッ,プさせるアップさせることを政権の最優先の目標に掲げるとそして増税ゼロの政策推進を実行すると増税ゼロの政策推進と述べてこれ何を言っているかというとです、ね、岸田政権の下で決まった防衛力の抜本的評価のための,あの43兆を実現する1兆円ぐらいの増税 それから少子化対策の強化のための支援金の保険料の追加負担、それぞれ1兆円、つまり計2兆円がこれから国民負担増になる、少なくともそうなると言われている、それを停止するという考えを示したんです。で、これは後でまた出てきます。そして、茂木さん何言ったかというと、3年以内に結果が出なければ責任を取ると。代わりとなる財今言ったこの2兆円の代わりとなる財源として経済成長によって、 見込まれる税収増やいわゆる外為特会など税外収入の増加などを挙げて必ず結果を出し3年以内に結果が出なければトップが総理大臣が責任を取ると強調したということです現職の幹事長なじみを踏み込みましたね今の政策に対してこう否定をする面もありますからね と、えー、ということであたりま,てきます、えー、そして、増税ゼロの政策推進は、これまでの政策を否定するものではなく、ということを言っているようですけどね、国民の負担増への不安,不安を解消国民のの負担増への負担を解不安を解消しながら、政策をさらに前に進めるものだと説明したということで、そして半年以内に30年にわたるデフレからの脱却宣言をできる状況にするというふうに話した、半年以内。ずいぶん期限を決め 区切っったた数値目標ををはっきりさせたことを公約に掲げるようですねまた、地方活性化についても、日本列島の再改造、東京一極集中の是正を進めると、選択的夫婦別姓についてはですね、国民の間にも様々な意見がある、こうだと決める前に、もう少し世論が醸成されることが大切ではないかと述べたということです。まあ,あの 政策で夫婦別姓、認める、認めるって言ってる人に比べればま、まだ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 恥ずかしいますね、それから政治と金の問題、えー、党から議員に支給される政策活動費、いわゆる生活費と言われているもの、これを廃止する、えー、とともに政治資金パーティーの収益を課税対象とするための、課税対象とするための法改正に取り組む考えを示したということです、この政策活動費を廃止するというのは、かなり議論を呼んでますね。 いやー、あのー、それだったらなんで幹事長,幹事長だった時にそういうこと言わねえんだって幹事長として言わないんだなんで総裁選候補として言うんだっていうのはこの茂木さんは国民的な人気がめちゃくちゃ低いもうワーストワンに入るくらい <laughs> ワンとは言わなくてもめちゃくちゃ低い中でこれやっぱり樹木を引きつけるためにはですね人気がないがゆえにこういうことでも言った方がいいんじゃないかというふうな論評する永田町関係者もいるようですね。 えー、そしてまた自身もこの政策活動費でものせいたくさん稼いでもらったからもう十分だともうなくても十分な資金が自分のところにあるからなんだというふうに揶揄する中田町関係者もいらっしゃるようです <laughs>、えー、そしてですね、えー、立候補を表明したので幹事長としての職務権限は9月5日から総裁である岸田総理大臣に委ねることを明らかにしたということですさてこの茂木さんという人はどんな人かというと えー、衆議院栃木5区選出当選10回、68歳、えー、総裁選挙には初めての挑戦です東大を出た後庁舎新聞社外資系コンサルタント会社で勤務この外資系コンサルタント会社はマッキンゼーですね私、マッキンゼのー、まああのこの世代に近い方々に知り合いが結構多いもんですから、まあ、あのよくね茂木さんと親しい人何人かいらっしゃいます。えー えー、な,なので、あまり茂木さんの悪口は言ったら申し訳ないんですが、それでも悪口言ってますけどね、そして1993年の衆,院衆議院選挙で初当選しました、えー、安倍内閣では経,産経済産業大臣、経済再生担当大臣、外務大臣、えー、党でも政,務政調会長、選挙対策委員長を務めたと、まあ、選挙対策委員長の時き私、ちょっとご縁がありましてね、あまりいい思いはしませんでした、ちょっと中身についてはちょっと,のちょっとこの。 控えますけど、えー、経済賛成担当大臣を務めた際にはアメリカのトランプ大統領と日米貿易協定の交渉にあたりトランプ氏からタフニゴシエーターと称されたというのはどうも自慢のようですね、えー、岸田政権では岸田さん麻生,麻生副総裁とおこの3年間で3年,3年間で80回以上会談するですこの3人が緊密に連携して三党政治と呼ばれましたししかか政治との問題なんかで 岸田総理が自ら意思決定をする場面が増えましてご案内のようにです、ね、関係が悪化したということですね、えー、で茂木さんの政治信条は過去と自然は変えられないが未来と社会は変えることができるだとしているそうです、えー、総理大臣就任した際には経済の生産性の向上や地方の活性化などを実現したいといわゆる世襲の議員ではないということです 霞が関の官僚が下を巻くほどの記憶力の持ち主とされて東大の入試に遅刻しながら合格したという逸話を持つという方だそうです、えー、ただ自身の能力が高いがゆえに部下への要求水準も高いとということですね要求水準が高いどころかしょっちゅう瞬間違和化式で切れるという話はあっちこっちから聞きますのでまああんまりこの人望がないですよね、えー、それでもなかなかこのね頭が切れるかみりのような人だっていう ということで,でそ,れのその能力はどういうふうに使われるかというと上に対しておゃらなんですねで下に対してきついという嫌な上司のパターンですねこれですからあまり霞が関でも永田町でも人気がない方ので,で,あであろうと思います、えー、そして趣味はゴルフドラマ鑑賞ワインにもこだわりがある学生時代に好きだった科目は世界史憧れの職業は考古学者か海外で王の墓を探すことが目標だと。 そしてこの茂木さんはあ、節目の70歳が近づき、最初で最後の出馬だという見方もあるそうです、まあ、そんなことでトランプさんは70代後半で大統領選出てますからね、別にこの年齢がどうなってことないと思いますけども、ただ一般にはそう見られているようですね、えー。そして地方を重視していると、地方にアイデンティティを見いだし、地方の活力アップが政治の原点だと。 自民党にも新陳代謝が必要だ。おじさん臭くない政党を整えて、女性議員比率を30%に引き上げる目標の旗振り役を担ってきた方世襲でない政治家として、地盤の世襲には慎重な立場を示す。まあね、世襲を排すっていうのはいいと思いますけどね。えー、さて、えー、この茂木幹事長が立候補を表明したんですが、 えーまあね、あの12人各人各業それぞれいろんなことを言っている中で経済政策を中心に発言が相次いでいるというそういう,う,う一連のニュースがありますね、えー、9月4日の動きということで見てみますと石破さん、何言っているかとにかくデフレを完全に止めるそのためには個人消費が拡大しなければならず実質賃金が上がらなければならない。 総裁選挙で物価上昇を上回る賃上げの必要性を訴えていく考えを示した。ということで、でそれは当たり前のことですよね。どうやってそれをやるかっていう話じゃないですかね、えー。そこに選択肢があるように思いますけどね、えー。そして相変わらず衆議院議員の事務所を挨拶回りした浜田国会対策委員長に行ったり、柴山元文科大臣、 えー、柴山文科大臣とのところでは憲法改正が話題になったそうでして石破さんは取り組みを加速させなければならないと訴えたということですなおこの憲法改正については石破さんはです、ね、どうもです、ね、あのこの間田村重信さんが、ね、評価していたんですがいわゆる自衛隊を明記するという今の自民党の案ではなくて自民党が野党だった時に、まあ、あのいわゆる軍という文字を入れる、まあ、言い方は自衛軍とか国防軍とかありますけどね えつまり自衛隊を追認するだけの自衛隊を明記すると追認するというでそれで確定しちゃうんですね戦後いわゆる日本は自分の国を守るために武力行使ができない国家としての手を成してないことの根本は変わらないわけです現状を追認するかえって現状を固定化させかねないという弊害があるんですねでこの問題をちゃんと分かっていてもし石破さんが総理総裁になればえ軍という 方向で会見補ととといいいうここ持っっててく可能性がなきにしままらずみたた言ね、まあ、そうであればその弁だけは期待できますが、他のところでは全然保守でない可能性がたくさんしてますんでですね。えー、どうかなと思います。で、石橋は、えー、記者団に対し、今回で、ね、立候補は5回目になるが、毎回初めてのような感じだ。これから先は他の候補者の推薦人ではない議員にどうお願いするかが重要になる。 と言って、もう派閥を超えてあちこち回っていると、えー。そして、石破さんの陣営は会合を開いて国会議員16人が出席したということです。えー、北海道から沖縄まで考えられるところ全てに電話をしていると石破さんは述べているそうです。どれだけお願いするかにかかっており、お力を借りたいと、この会合でも呼びかけたということです。次に河野さん。 千葉県のあるところを訪れて、郵便局の敷地内で欲しい芋を生産している取り組みを視察したと。郵便局が新しい産業を作り、町の人を雇用していることに驚いている。人口減少で地域の行政職員が減っていく中で、郵便局の役割は非常に大きい。今、今、何を言ってんだって話ですねこれ。郵政民営化した自民党が郵便局をね、ここまであおかしくしたのをね、機能不全にしたんじゃないですかと思いますけどね。 こうやってやっぱりね、この郵政関係者の票が欲しいんでしょうね。えー、ねそれだったら、郵政最高齢化ぐらいのね、ことを言ってみたらどうですかね。で、そして経済政策についてはですね、政府の財政に寄りかかって経済を発展させるのではなく、民間の活力を発揮してもらって経済を伸ばしていくことが必要だ。そのために、 国内の投資機会をしっかり作っていかなければいけない。また、躍動感のある労働市場を作り、人生100歳時代と言われる中で、スキルアップを可能にしていく。別に当たり前のことです、ねえー。そして X にこういうこと書いてまして、自らの意思で働きたいと思う人が存分に、思う存分働けるよう選択肢を広げるため、 健康の確保を前提にスタートアップ企業に限定して長時間労働の規制を一定期間緩和すべきだと。これまでは無理な働き方への対策が進んできたが、もっと仕事をしたい人の働き方があってもいい。健康管理などの前提条件をきちんと整えた上でもう少し自由に自分で働き方を決められるような制度を作ることが大事だと。 でこ,れはあのこれは当たり前のことでして、今、働く、私はなんか働くな改革だと言ってるんですね、今,今,まで今やってるのはですね。で、で意欲のある人が、存分に働くようにすることの方が、これ、もっともっと大事なことで、それをサポートする仕組みこそ、本当は一番必要なのに、まあ、これやったらまたね、国力を弱める方向に、どんどんね、日本規制、そういう規制を導入して、それは仕事があれば、職場で仕事してないと、やってられないですからね。 家にね、仕事持ち込んで、結局、その分、超過金利手当が払えなくて、実質的には、えー、要するに区域な、区域の度合いが増してるというか、えー、というのが現場なんですね。まあ、ここに配慮するのはいいんですけれども、別にスタートアップ企業に限定する話ではないとは思いますね。えー、まあ、別に、あの、変なことも言っていれば、まあ、あの信用でき,できないようなことも言っていれば、まあ、いいことも言ってるという感じがしますね、河野さんですね。次、小泉さん。 えー、この地元の横須賀市でスタートアップ企業の交流事業などを手掛ける会社を訪れたそうですそして記者団に対し今の日本経済の低迷の大きな原因の1つは成長分野になかなか人材が流れていかないことだスタートアップ企業の株式に対する課税の免除も検討するということを言ったようです、えー、まあねお父さんもそうですが新自由主義ですからね次に小林コバホークさん 新たな産業政策として地方に投資をして産業の塊を作る。えー、経済が財政に優先するのが基本で経済成長で税収を増やしていく。もうあの、皆お決まりのように経済成長で税収を増やしていく。えー、経済が財政に優先する。まあそう言わなければならないんです政治家っていうのはですね。財政規律っていうのを表に出したらやっぱり票が入んないんですね。ただ責任ある財政という面も出そうとする。だから消費税は絶対に下げないと。 こういういわけなんですね、えー、経済が財政に優先だこれはほぼ皆さんが言うことだと思います、えー、ただ問題はどうやってそれで経済と財政のつじつまを合わせる案があるかどうかですからね、えー、そして小林さんは若い世代の社会保険料の負担が非常に重くどうやったら下げることができるのか 制度のあり方について議論する場を作りたいと述べて、社会保障未来会議と称する新たな会議を立ち上げて議論したいという考えを示したということです。大いにやってくださいって感じですね。林さん、経済あっての財政である。また同じこと言ってますね。財政規律あっての経済ではない。当たり前です。賃金が物価より上がることが当たり前だと皆が実感するまで手を緩めてはならず、必要な財政出動はためらないと言わないと、総裁選、当選しませんからね。 日本の人口が減る中、大量生産ではない付加価値を,を考えるべきだ。コンテンツ産業などを基幹産業としてしっかり後押しし、稼いでもらうことを考えたい。もちろんコンテンツ産業、基幹産業とすべきですが、コンテンツ産業だけではないでしょうね。えー、これあの、付加価値をどうやってつけるかというね、何が、だから、その本当の争点って何かというと、言ってることは当たり,、ま、当たり前でして、この、 えー、付加価値をどういうふうにしてつけるかというところに選択肢があるんですね。コミュニティ型の社会でいくのか、あるいは競争型の社会をもっともっとね、推進するのか、あ,、ね、あるいは海外の力を入れるのか入れないのかで、そういったところの選択肢でどうやって付加価値を高めるのかというね、そこを論争するんで、付加価値高めなきゃいけないのは当たり前です。 えー、そして、この林さんは、茂木幹事長が例の、おこのお増税しないといったことについて、えー、このお防衛力強化に向けた増税や、社会、少子化対策のための追加負担は、歳出改革などを徹底した上でもなお、必要となる財源の確保、財源を確保するためのものであって、す、え、で、ー、に閣議決定や法改正で決まったことだ。 という政府の立場を林さんは示しました。そこ、そして政府としては、これらの措置は、防衛力や子ども子育て政策の抜本的な強化を実現する上で不可欠な、必要なものと考えていると、公式の見解を示しています。政府としては総理は、だから茂木さんがね、あの、まあ、幹事長という職を一応、あの、岸田総理に預けたということを言ってるんですが、しかし今まで政府、 与党政府の一員の幹部のトップの一人の人としてですね、やってきたこととの整合性はやっぱり茂木さんを取られるんでしょうね。えー、そして林さんは、江藤元農林水産大臣の事務所で、国難に当たるには実務能力のある方が一番だということが、国民や党員に必ず伝わると信じていると激励を受けたということです。いや、本当にそうなんですけども、こんな簡単に伝わるでしょうかね。で伝わったら、 次の総選挙で勝てないと思うから伝えようとしないじゃないですかね次に上川陽子さんです推薦人の確保状況についてもう一息という状況まで至っている今日からオーストラリア訪問のため動きを一,段一時中断しなければならないが仕事優先で外務大臣としての職責を果たしたいとこの9月4日に述べて9月4日の夜にオーストラリアに向けて出発したということのようです なななかなか大変んんでしょうね上川さんはで岸田総理、えー、山梨県、えー、富士吉田市で開かれた自民党の会合で講演して何を言っていたかというと派閥単位ではなく候補者が真剣勝負の論戦を行う政策本位の総裁選挙を行ってもらわなければならない私自身もどの人に総裁を委ねるべきかしっかりと判断し1票を投じたいと述べたということです。 えー、この岸田さんはそうおっしゃってますが、すでに、えー、総裁 s の候補者に影響力を発揮してますよね、え皆さん、岸田ードしてますからね、もうす、ん、で、まあ、にキングメーカーとして、心の中でにこにこしてるんじゃないでしょうかね、派閥をなくしたと言ったり、そして自分はキングメーカーにのし上がったということじゃないでしょうかね。そしててささらにんはこう言ってますすややもすると たくさんの候補者が出ているとか、誰が有力だ、キングメーカーだといったことばかりマスコミで取り上げられるが、日本が進めてきた政策を維持し、未来に発展させられる候補者を誰なのかを見極めることが重要なポイントだと言っています。えー、でも自分自身がそれやってたらしょうがないと思いますよね。えー、でも本当にね、国民の印象はね、まあ随分出てきたねと、結局人気取りなんだねというふうにだんだんなっていくんじゃないでしょうか。 この総裁選で国民の注目を浴びて支持率は一時回復しているようですけれどもでもそのうち失敗返しを食うような気がしますね今の路線でいきますね全国知事会自民党の総裁選挙に向けて持続可能で活力ある日本と地域を実現するための10の政策を盛り込んだ提言を求めたということですこの中では人口減少問題に対応するため対策を推進する司令塔となる組織を国に設置するよう求めているまた子ども子育て支援については地域で格差が えー、生じないようにですね国が必要な財源を確実に確保すべきだとしていると、えー、そして知事会の提言についての賛否や主張を各候補者に書面で問い合わせ、えー、9月19日をめどに回答を公表するということですまあ皆さんこれで地方が喜ぶことばっかりまた出してくるでしょうねそれはあの地方のね票っていうのはね党員票重要ですからねえー、そして、えー 次のニュースはですね、えー、この総裁選で負担減、国民の負担減が前面に出ているという、その見出しのニュースです。総裁選を前に、ポスト岸田候補が個人の負担軽減策を競い始めたと、早期の衆議院解散総選挙の可能性が浮上する中で、有権者の関心が高い物価高対策を相次ぎ前面に出しているということです。茂木さんですが まず先ほど言ったように、この、うん、国民負担増を見送ると明言しました。で、この防衛増税にしろ、あるいは少子化対策に伴う公的医療保険料への上乗せにしろですね、いずれも岸田総理のもとで導入が決まった方針でして、経済政策の転換を印象づけるものになっていると。合計で最大2兆円ほどの財源は、先ほど言ったように成長による税収増などで賄う道筋を描いていると。 えー、そして実質賃金のプラスを定着させる総合経済対策を早急に策定するとも表明しています茂木さんですねでプライマリーバランスを2025年度に黒字化する目標は堅持すると、えー、名目 GDP の成長率目標を2%台半ば以上にするとも表明していると、えー、総裁選で成長率目標を掲げるのは一般的ではないみたいでして経済で勝負をかけるそういう姿勢がにじんでいると次に林さん 電気代やガソリン価格の高騰対策に触れたそうです。年末までに期限切れを迎える補助制度に関し、エネルギー価格の状況を踏まえると、延長を排除しなかったと。また、河野さん、次に河野さん、X で、現役世代,世代の社会保険料を下げる意向を示したと。また人気取りが出てきましたね。まあ、それは下げなきゃいけませんけど、高齢者の世代内での助け合いを今以上に深めていく必要があると投稿したそうです。積資産を持つ高齢者らに 負担を求める考えると見られるということです。で、これは別に間違ったあの提言ではないんですね。えー、この、高齢世代というのは持てるものと持てないもの方の格差がすごくありまして、そして持てる方、大体日本の金融資産のかなりの部分を高齢世代が持ってるんですが、持ってる高齢者と持ってない高齢者、めちゃくちゃ格差がある。で、そうであれば、現役世代に、 負担で元気世代を苦しめるんじゃなくて持てる高齢者から持たざる高齢者へとこれ世代内助け合い相互扶助って言うんですね世代間相互扶助じゃなくて世代内相互扶助ってこれは前々から議論してることでまあここは別に間違ってないと思いますね次に石破さん今の河野さんですが石破さん 選挙対策本部会合で物価上昇に言及し、国民が安心して消費ができる社会にしなければいけない。だから、どうやってやるのかってこの問題です。次、小泉さん、そして小田ホークさんは物価対策に重点を置いた経済対策を打ち出す可能性に言及していると、お二人ともですね。経済成長や負担軽減をめぐり、そう、論戦が熱を帯びるのは、早期の衆院解散シナリオが広がっているからであると。 石破さんは8月下旬に国民の審判を仰ぐのはなるべく早い時期に行われるべきだと発言しています、えー、まあ石破さんが選ばれたらすぐに解散総選挙だということですねで,で有権者の経済政策への関心は高いという状況です8月の緊急世論調査で議論,し議論してほしい政策を複数回答で聞いたところ物価対策が最も多い37%だったということです えー、そして、茂木さんの発言、これ、防衛増税見送り、先ほども紹介しましたが、これが自民,内自民党内で異論が出ているようです、えー。党内から疑問の声が相次いでいると。幹事長として、岸田政権の中枢に言いながら、政権が進めた路線の否定につながりかねない内容に批判が広がっていると。小野寺さん、もえー、元防衛大臣ですね。 防衛政策がぐらつけば他国に間違ったメッセージを与えてしまう。財源の裏付けがあってこそ防衛力が強化できると指摘をしたということです。党幹部の一人はですね、記者会見の途中からこの人は本当に党幹事長なのかと思ったと話したそうです。首相周辺はですね、かつて主君を撃った明智光秀になぞらえて、やはり光秀ではないかと憤ったと。 <laughs> いうことですね。えー、そしてあの、金融所得課税で今バトルが起こっているようです。石破さんと小林さんの間でバトルになってみないですね、えー。株式の売却益などにかかる金融所得価値、金融所得課税。これはあの一律20%、例えば、あの、利子とか配当で儲けたら、一律全部20%、えー、所得税、えー、が取られます。 えーでえー、つまり、累進課税でないんですね、ですから、えー、高所得者は得するわけです、えーで、岸田総理は就任当初、年間の所得額が1億円を超えると、逆に税負担率が下がっていく、んですねこの1億円の壁と呼ばれていますが、これのこういった逆転現象の是正に向けて、金融所得課税の見直しに言及していたんですが、まあ、棚上げになっているわけです。 反対の方が多いからですね、えー、石破さんの発言ですが、それ、あの金融所得課税のぜひ見直しです、それ、実行したいですね、だから、岸田さんも最初、それをおっしゃったはずなんですよど、どっからどんな抵抗があったか知らないが、何かそれが後退しちゃった感がありますよね、と述べています、そして、金融所得に課税すると、いや、外国に逃避しちゃうよ、お金持ちが外に行っちゃうよ。 ということがあるんで、それでそれを抑えられたのかもしれませんですけど、えー、本当に外に行っちゃうんでしょうかねという、そういう議論は詰めていかなければいけません。えー、そして小林,小林貴之さんはそれに対して SNS で、金融所得課税よりも中間層の金融所得増をと題した投稿をしたそうです。自民党として新 SNS、えー、自民党として新 NISA の拡充などを進めていると。 多くの中間層が金融所得による所得増の恩恵を得られるよう取り組みを進めてきたここで金融所得課税を強化することはこれまでの取り組みに逆行する上物価高に苦労する中間層に対する増税となりかねず賛同しません私はむしろイデコですね例の個人型確定拠出年金の拡充など中間層にさらに金融所得増の恩恵が届く施策を進めていくべきです だとと考えていますすしたそうです、えーまあ、金融所得の課税、まあ、現行一律20%これを30%にするとお金が逃げるかどうかはこれは十分な検,討が必要です、ね、検証が必要ですで日本以外にも30%の国はありますんでね全くこの箸にも棒にもかからない話ではないんですがしかしとりあえず金融資本市場に与える打撃とかねショックがあるので え考えるんであれば、両方ときちっとした設計に基づいてやらなきゃいけないんじゃないかなとて感じしますね。今すぐにえやるべきだ、やるべきでないというべき論で議論できないような気がしますね。えー、またあの、とにかく国民負担を増やすということがいいことなのかどうかという、まあ、そういう原点原理論、原理原則論もあろうかと思いますね。えー、ということで、この金融所得課税。 次に税金に絡んでは河野さんが全納税者が確定申告をとこう言っているようですご自身の X で,です、ね、総裁選の公約に掲げる一つとして年末調整を廃止するとそしてすべての納税者に確定申告をしてもらう案を示したということです必要な人に対象を絞り支援するためのデジタルセーフティネット先ほど出てきましたねこの構築のためだと どれだけ税金を納めているかを知ってもらうことで税の使い道に厳しい目を注いでいこうという環境が作られると言っています税や社会保険料など所得に関するデータを国が一元的に管理することで支援を必要としている人を把握する狙いであると移行期間を経た上で年末調整を廃止しすべての国民に確定申告をしていただくと 全納税者が確定申告すれば、まあ、源泉徴収事務に当たっている企業の手間がなくなると。マイナンバーカード取得者向けのサイトであるマイナポータルの活用などで、個々人の手間が増えるということはないと述べたということです。ただこれは、あの、確かにエストニアとか韓国とか一部の国々はですね、確定申告5分で済んでしまうわけです。で、年間の所得を国が全部把握してるからなんですね。だから国が、 確定申告書を本人に代って書いてくれるでそれにサインしてよく OK でサインしたらそれで確定申告終わりなんですねでこれに機会日本,日本のじじ事業をやられてる方はですねもうとにかく確定申告が近づいてくるともう憂鬱になるだけでもうものすごいたくさんの時間と労力を取られてますでこれ考えるとねもうとにかく自分の個人情報が把握されてもいいやと国が一瞬でやってくれたからが楽でいいやという人も多いかもしれません でもやっぱり国に把握されるのは嫌だとで、今の国は信用できないという人もまた一方で多いわけですね、ですからこの利便性の前提は私、信頼度だと思うんですが、後で出てきますが、この河野さんが信頼度を壊しちゃったんですね、ですから河野さんがいくらこんなことを言っても、ですね河野さんが総理大臣になったらこれ、実現できないんじゃないかなという感じがしますね。次にささんんまた河野さんの話ですがデジタル支援も 必要な人に対象を絞って物資や補助金などを支給するデジタルセーフティーネットを作る意向を示したということです。税や社会保険料など、所属に関するデータを国が一元的に管理するということです。ええー、まあ、あの、とにかく個人の情報を国が把握しすると、プッシュ型であなた今こういう状況にありますから、こういうことをしたらいいんじゃないですか、とサポートの、えー、このお申し出来る国から来る、あるいは自治体から来る。 めちゃくちゃゃく便利なな社会になりますしねこれが高齢化社会で見守りという機能も重要になってくるといわゆるあのこれがね個人のプライバシーとの関係でどうかっていう人が多いんですがただこれあのこれからの日本も災害が激甚化していきますし高齢者もまだまだ増えていきますからそうなると弱者や被災者とか困った人たちにデジタル面でサポートをできるだけ簡素で便利に 瞬時ににできる状況にしておくくというのがです、ね、ものがもすすごく重要なな課題になるんですしかし国民の間にこれだけ不信感ができてしまった、もう先ほどの話になりますのでね、河野さんの罪は大きいなというふうに思いますね、あの河野さんは、えー、この総裁選に向けて、8月31日から連日、えー、例えば非選挙権の引き下げ年齢引き下げなど、総裁選の公約、X で投稿しているようです。 総裁選での争点づくりを主導する狙いがあるということですね。で、河野さんは、えー、現在はどなたが困難に直面しているかをリアルタイムで政府が把握できない。実現にはシステムの改修やマイナンバー法の改正が必要だと認識をしました。で、今のマイナンバーではですね、制度ごとに縦割りになってますので、その人に総合的なサービスができる体制になってないんですね。なのでだだ、なので国税庁は税金のことしかわからないんですね。 社会保険料とも一体となったところになってきますとねこれはかなり仕組みそのものまあいろんな意味でその人の全てを分かっている政府の人は一人もいないんですね今日本は慣習社会になりかねないって言うんですが今のマイナンバーでは慣習社会になりようがないように作られてこれを慣習社会という批判を浴びずに一元的にその人の情報をその人の状況を把握していると国がその人が本当に必要な ことをですね、その人が申請しなくても国の方でいろいろ提案してくれるというのは、えー、これは安心な社会を作る上で重要なんですけれどもですね、えー、そこに行く上でのハードルはやっぱり政治的にまだまだ大きいような感じがしますね。えー、そしてそれを裏付けるかのようにこんな記事が出てました。これは思わずご紹介したくなるような記事でした。マイナ保険証を心配する人の本音と言んでいます。これ河野さんのことが言ってますね。 え、地方市18市が合同アンケートをやったそうです。旗振り役、デジタルの旗振り役の、マイナンバーの旗振り役の、えー、河野デジタル大臣への不満や批判が噴出したそうですね。河野氏自身にとってはですね、マイナーカードの利用促進は実績のようであると。えー、応印の廃止とか、新型コロナウイルスのあの例のお注射の接種と並べて河野さんを言及してまして、いろんな批判はいただきましたが、 それなりに物事を前に進めてまいりましたと誇ったそうです。しかし、アンケートの自由記述欄で政府への意見などを尋ねると、河野氏の手法に反発する声が多く届いたと。特に批判を集めたのが、国会答弁や記者会見での対応だったと。例えば、ある記者会見で記者に尋ね、記者がですね、 現行の健康保険証を廃止して、マイナ保険証に一本化することで、事実上マイナンバーカードの取得を強制することにはならないでしょうかと問うと、河野氏は何と言ったかというと、全くならないと思いますよ。なんでそういう議論になるのかよくわかりませんと一周したそうです。不誠実ですね。みんなこれ心配してる。高齢者や障害者からは、マイナ保険証が使いづらいという声もあります。 選択肢の一つとして現行の保険証を残した方がいいのではないでしょうかという記者からの質問に対して河野さんはちょっと論理が飛躍しているんじゃないかと思います。この人こそ飛躍してるんじゃないですかね。現行の保険証は偽造、なりすましを防ぐことができませんから、これを続けていくということは問題をそのまま引き継ぐことになりますので、現行の保険証を残すことは全く考えておりません。全然すれ違いのことを知っていますね。 これじゃあ聞いてる方が腹立ちますよね。かえって不安になりますよね。えー、そして記者がですね、マイナ保険証やマイナカードについてメリットやデメリットが把握できなくてどうすればいいのかわからないという声も東京新聞、東京新聞記者でね。東京新聞にたくさん届いていますと聞いたら、河野さん何と言ったか。東京新聞を読んでる方でそういうこと声があるんならば、東京新聞でぜひメリットをちゃんと伝えていただきたいと思いますって何ですか でこうした受け答えを繰り返す姿勢に東京都内の30代の女性は説明は不十分否定的な意見は全く聞こうとしない国民をバカにしているとしか思えない本当そして、またある女性も河野さんは保険証をなくすことは強制にはならないと言うが間違いなく強制だと。 またあの河野大臣の傲慢で拙速な態度が逆に国民の心をかたくなにし疑念の思いを抱かせているのではないか、その通りですね、えー、でこう答えた方、女性の方は顔認証が使えない人暗証番号が覚えられない人への対応などマイナ保険証の懸念点を挙げた上で政府は今一度落ち着いてほしい、じっくりと時間をかけて国民と対話してほしいと希望した、これが大事なんです。 時間をかけて国民と対話しなきゃいけません。デジタル化というものすごく社会全体を変える話なんですから国民ときちんと、ね、対話しないといけない。いけないこれがみ自由社会、民主主義の国で行われるべきやり方だったと思いますね。え河野さんが4月に自民党の国会議員にマイナ保険証が使えない医療機関の通報を促す文書を配ったことを疑問視する声もあったと。こんなことやってるんですね。え使,え使えない医療機関があったら通報しろと。 今の国がやろうとしていること、何かが大きく間違っていると思います。全く常識的なあこれですね。政府が国民に信頼されているなら、とっくに導入は済んでいると。本当ですね。えー、そして多くの人が現行の保険証との併存を訴ええー、署名活動などが行われているにもかかわらず、見直す様子がないどころか圧力を強めようとな態度なんだ。とんでもない。 マイナ保険証がないと病院にかかれない制度に間もなく変えるのではないかと疑念を抱くようになったという方もいらっしゃいます。えー、あの、河野さんを評価する声もあるんですね。新型コロナ禍の給付金交付を担った自治体職員の苦労を振り返り、マイナンバーカードが普及していたらスムーズにできたのに惜しい限りと嘆いた方もいます。これはその通りです。えー、しかしですね、えー、マイナカード導入当初からの不手際、 いや、河野大臣の強引なやり方、言動が制度のイメージを悪化させていると、制度のイメージを悪化させちゃったんですね、この河野さんは、必要以上に不安や猜疑心を煽ってしまったと、えー、日本の医療機関の情報の共有が著しくあり、改善のためにはオンライン化することが不可欠だと、だからマイナー保険証の活用にも賛成なんだけれども、12月2日に迫る保険証廃止は見直すべきであると。 とこの方は従来の保険証にとどまりたい国民を説得するのを不必要に困難にしてしまった以上、えー、マイナ保険証と従来の保険証との併用を併用を選択するのが良いとこれが常識的な見方ですね河野さんがダメにしたんですかね,これねもしねあのマイナ保険証を一般化したいんだとすればですよこれ国民の選択の結果として実現すればいいものであってということは強制実質的な強制によってやるべきものでは絶対にありませんと思います。 え次に自民、えー、小林さんの話がありますね、インターネット番組に出演し、北朝鮮の拉致問題、これは総理総裁になったら当然、あらゆる手段を排除することなく解決に向けて全力を尽くしたいと述べたというのが、産経新聞に出てますね。えー、そしてですね、これちょっとあのこの総裁選からの今の政治家の本質をややついている面もあるんで。 えー、紹介してるんですが、あ,のあんまりこの個人として好きでない人が多いと思いますが、えー、法政大学法学部の山口二郎教授と、えー、作家の元外務省分析官の佐藤優さんとの対談が紹介されてまして、えー、なかなか面白いことが書いてあります、あの政治では安定か混乱かいずれ国民が、いずれかを国民が選ぼうとすると、安定か混乱のですね、でこれは佐藤優さんの発言ですよね。 えー、例えば立憲民主党が中核となってかつての民主党のように政権交代ができるのかといえばとてもそんな状況ではない、えー、国民民主党も日本維新の会もう同様だとあえて挙げるとすれば作家の百田直樹さんが LGBT 法に反対して立ち上げた日本保守党ですねと。 えー、ここに杉田美穂さんや青山茂春さんらが LGBT 法反対の立場から同調し自民党を離党して加われば無視できない力になると思います LGBT 法には賛成党も反対の立場ですすると日本保守党と賛成党を中心に維新の会立憲民主党国民民主党の一部が 合流して、自民公明の対抗勢力となり、政権交代を目指すという仮説も成り立ちます。しかし、これでは大混乱になるでしょう。そう考えると、やはり有権者は安定の方を選択すると思います。<laughs> ということです。まあ、一面当たってるところがあって、一面ちょっと違うなってところがありますね。次に、あの、さっきの山口二郎さんこう言ってます。安倍さんの存命中は、右派的なもの、右派的なものを束ねる求心力が自民党にありました。 安倍さんはいわば右派、保守勢力のアイコンだったのです。アイコンだったのです。おかげで、自民党の衰弱を隠蔽できました。つまり、安倍さんがやったのは自民党の衰弱の隠蔽だった。隠蔽できた。つまり、ダメになる自民党を一時的にせよ、保守の自民党であるという予想にすることによって、それを国民に見えなくしていた。衰退が見えなくしていた。と確かにそういう面ありますよね。しかし、安倍さんが亡くなり、 その求心力が消えたことで、日本保守党や参政党などの新しい右派勢力が弾けるように誕生したということでしょう。なんで先に日本保守党を挙げて参政党が後に挙げられるか、順番が逆でしょうとって感じがしますけども。<laughs> まあいいや、えー。で、これは注目すべき変化ですが、世界的な潮流でもあります。で、ここは当たってます。ドイツではドイツのための選択肢 RF で、フランスなら国民連合 RN。 といった右派、ポピュリズム、ナショナリズム政党が登場して、ちょっと違いますね、ポピュリズムとは違いますねで、どちらも一定の勢力を得て、6月の欧州議会選挙で躍進しています、アメリカでもトランプという特異なリーダー、特異ではないと思いますが、リーダーが共和党そのものを牛耳る、そんな構図になっています、安倍さんには民主党政権の失敗を最大の資産にして、その資産を繰り返し利用しながら権力を維持した面があります。 国会や党大会など様々な場で悪夢のような民主党政権と連呼しました。えー、そしてですね、この、これはずっと山口さんの発言ですかね。えー、裏金問題ですね。政治と金をめぐるルールの改革が定着したということなんですが、一方で選挙制度の改革は自民党の政治家たちの足腰を弱めたと。えー、1994年に 公職選挙法が改正され、2年後の1996年に小選挙区制が導入されました。小選挙区で自民党の公認を得れば、衆院選ではかなりの確率で当選できます。つまり公認を得るかどうかが最大の勝負なんですね。選挙はその結果として当然、当選すると。で、しかも2012年に自民党が政権を奪還して以降は、野党が自,立自滅分裂していますから、 自由民主党公認の看板が重みを増していますこれ全部決めちゃいますねほぼ全部裏を返せば選挙戦で個々の政治家の運動量熱量に追うところが少なくなったわけでそれが彼らの足腰を弱めたと政治家の足腰が弱まり劣化したことは能登半島地震の災害対応からも見て取れる政治家の動きが鈍い印象,印象を受けると、えー、東日本大震災の時に自民党は野党でしたが それまで培ってきた地方の地方の基盤があったのでさまざまな業界団体を動かして復興支援活動に当たったりこれは確かにそうでしたね当時、えー、政権政党でなくても自民党の底力を発揮してましたよねで地元の声を吸い上げて政策提言をするなど民主党政権のできない部分を補完しました,ただたこの業界団体が生んぬんじゃなくてまあ例えばあの我々参政党はこれコミュニティを作っていこうというもうさらに次の社会のね 担い手としてのコミュニティを重視しようとか、まあ、災,害災害対策でもでもすすねえ続けますしかし13年が経過した今政治家と地元選挙区とのつながりは希薄になり政治家自身も無関心になってきたと地震のような自然災害に限りませんが国民の緊急事態にこそ精力的に地元を回って要望を聞き政府役所に伝えるそれが政治家の腕の見せ所であるはずなのに実に投げかわしい。 岸田さんが夏休みに書店に行き、本を買ったというニュースがあった。岸田さんが購入した書籍は、アマテラスの暗号、地図ですっと頭に入る世界の資源と争奪戦、丸明かりチャット GPT& 生成 AI などなどであると。で、これらの本がどうだとは申しません。ただ、岸田さんと同じ講師会でも、昔の政治家は難解な人文書を読み、読書量も教養も豊かでした。非常に勉強していたのです。 こうしたところにも、私は政治家の変質を見る思いがします。本当、これはそうですね。教養の程度っていうかね、この質というものがね、本当に。で、次に佐藤優さんですね。同感です。政治家は変質しましたね。まず政治家が官僚的になり、逆に官僚が政治家的になりましたと。なるほど。私は政治家に暴力性を感じなくなりました。例えば、鈴木宗男さん、梶山清六さん、 下手なことを言うと、殴られるのではないかと思わせる暴力的なオーラがありました。その迫力で官僚を威圧していたのですが、今の政治家にはほとんど見当たりません。強いて言うなら、武田良太さん、えっと、二階俊博さんくらいでしょうと。二人とも二階派ですけどね。選挙戦の荒波に揉まれていないから、政治家から迫力が失われたのかもしれません。それから、特に自民党の政治家に品のない人が増えました。 15分の演説を終えると、さっさと帰ってしまう。集会の最後までいない、逃げばなえ話し逃げ。これ、多いです、本当にですね。え途中退席するのは常識を欠いた、品のない行為なんですとあ。これも、私もあの昔あの、藤井隆夫先生という重鎮の方にですね、えー、あの一晩にはしご2件も3件もするなと。行くんなら、ここ、他のところを諦めて、そこで最後までいなさいって言ってましたね。それも政治家の心得ですけど、とにかく、と 自分の出番が終わったらさっといなくなるのは当たり前になっていますからね、今ですね。まあ、どうしようもない場合ももちろんあるんですけどねで。公明党の集会場所に15分だけ顔を出し、あとは自分の選挙区に回るとしても、大した数の有権者と話し込めるわけではありません、それよりも会場に来ている1500人の創価学会を中心とする公明党支持者に丁寧に対応した方が、はるかにメリットがある、そんな計算もできないのは政治家が変質、劣化した証拠です、調査ですと。 と、いろいろ書かれています。えー、また一部の心のある記事はですね、自民党総裁選、候補者は国家戦略を語れ。産経のサンデー政論なんかにもそういう記事も載っています。えー、やっぱり国家戦略を競い合うという総裁選に本当になってもらわなきゃ困ります。これは政権与党としての責務であると私は冒頭に申しました。現実がどうであるか、どう言えばたくさんの党員票を得られるかということばっかり考えているような気がしますね。 そして、どうすれば次の選挙でたくさんの議席が取れるかということを中心に争われているような気合がなきにしもありませんですね。えー、ということで、あとあの立憲民主党の代表選の話もありますが、大きな話は特にないですね、あの小沢一郎さんがああのの野田元総理を応援するという話もあって、なんか昔見た光景が、ふたねまあ、の野田さんの増税方針に対して、 あの、あれですね、えー、小沢さんは冗談に遠離れたというのがあったんですが、今度は応援するそうですね。えー、その中でまた枝野さんの話もありますが、なんとあの、枝賢治さんがまたなんか動いてるんですね。えー、今あの、泉代表と吉田晴美さん、立候補を目指している中で、えー、なんかそこに仲介しているようです。それからあの、菅直人グループは、えー、西村千奈美さんという人が、 今、泉代表のもとで党幹部を務めてきたんで、立候補しないという考えを示して、それで結局、自主投票とするというような話もあるようです。そして、またニュースとしては、塩野も元文部科学大臣が次の選挙にも出ないと、出馬の意向を示してたんですが、地元の厳しい声や選挙情勢などに鑑みて、不出馬の意向を固め、地元関係者に伝えたと。 えー、塩野さんは沖縄の時に、ね、離島勧告を受けて、ねえー、1990年初当選当選10回74歳、えー、文部科学大臣や政総務会長選対委員長などを歴任した重鎮の方です、えー、ということですねそして自民党が政治資金規正法の具体的制度設計を議論しようというニュースもありますね、あのー、例の政策活動費の1年ごとの支出の上限金額とかですね 10年後に領収書を公開する方法、それに政治資金をチェックする第三者機関などの具体的な制度設計は、今回成立した改正政治資金規制法では今後の検討事項とされてるんですね。じゃあこれ具体的に議論しろという動きが出てきた。それから選挙ポスターのあり方をめぐって、この公選法の改正をしようじゃないかということで与野党が動き始めてるということです。東京都知事選の例の同一のポスターがたくさん貼られていたとかですね。 えー、あんまり品のないポスターが貼られていたとか、これどう対処しようかと。で、自民党はこのポスターについて、政権放送や選挙広報と同様に一定の品位を保つための規定を設けると、えー。候補者の氏名の掲載を義務化する。営利目的の使用は禁止する。違反した場合には罰則を設けるなど盛り込んだ与党案を示したそうです。野党からは、品位ということの基準が曖昧で不十分だとかですね。 えー、表現の自由や政治活動の自由を尊重すべきだといった指摘が出されていると、まあ、予想された展開になっていますが、まあ、あの都知事選見てますます民主主義というものの権威を日本では失われているんではないかなという気がしますのでここはやっぱり品位のある民主主義の場としての選挙のあり方というのはちゃんと議論してほしいなと思います。ただ何度度も繰り返して言っているようにに今度の総裁選が本当に 国家の今危機にある日本の最初にふさわしい人を選ぶそういう、えー、党総裁選でなければですねそしてその結果出てきた党総裁総理がですねいくら早期解散を打ってみても国民はそれ見透かすんじゃないかなという気がするということがあったこれだけは何度も繰り返してお伝えしたいと思います。選挙はやっぱり何何でで争うかかを国民に提示するそそしてその問題意識これがどこまで 国民のに対して心を打つことができるのかで、そういう結果として決まるのが選挙でなければいけないというふうに思います。どうもありがとうございました。